どうもテッシーでございます。お世話になっております。ドラゴンクエスト5ゲーム実況続きをプレイしてまいります。急にね名前を入れてくださいとなっておりますが、前回ですねテッシーの子供が生まれまして名前を入れるところでございます。まあ、考えたんですけれども、まあ、単純な感じでいこうかなと。でセイトじゃないセインでいきたいと思います。まあ大人でもあるような子供でもあるような名前で男の子っぽい名前ですね。でちょっとねあの不動だが青髪なんでね青っぽい感じもするからこれでいいかなと思いまして、はい、男の子はセインちゃんです。女の子の方はどんな名前がいいかしら。これ普通にね普通っていうかこれ リーナちゃんでいこうかと思います。ちっちゃい「い」がねえな、マジか。リーナ、まあありそうでね、ありそうな名前だけれどもあんまり聞かない名前で、ね、しかも呼びやすいっていう感じでいきたいと思います。 OK、 セインとリーナ、ちょっと変わってるけど素敵な名前ね。男の子はセインで女の子はリーナ、これに決めていい？はい、セインとリーナ、この二人が大きくなるまでに平和な時代がやってくるといいわね。全く本当に疲れたせいか私なんだか眠くなってきちゃったわ。お、休め休め、私とっても幸せよ。よかった、新しい王とそして王子王女誕生の知らせはその夜のうちに国中に広がった。人々はパパス王の息子テッシーが生きていたことを心から喜び、そしてまたオジロン王の英断に喝采を浴びせた。グランバニアに新しい国王テッシー王の誕生である。まあ、でもテッシーどうなんすかね、格好からして王の器っていうかそんな感じはなんかあんましないですよね。おお、くるまれてる、かわいいっすね。おはようございます。あなた昨夜はすごくよく眠れたわ。今日はあなたの即意識なんでしょ、頑張ってね。なんか他人、あー笑ってる、バブーキャッキャッ、いいねえあなた、私ずっと言いたかったことがあるの。どうした？私ね本当は父と母の実の、マジか、実の娘じゃないのよ。まだ赤ちゃんの時に今の両親に拾われたの。あ、ルドマンと奥様、名前忘れちゃいました、すいません。私を修道院に預けたのは有名な占い師の勧めだったんですって。この子は不思議な運命を背負っているから、それに耐えられるような澄んだ心を持たせなさいって。それがどんな意味なのかよくわからないけど、今はただ一生懸命この子たちを育てるわ。フローラ強いわ。ずっと分かってたんですね。それでも、まあ、テッシー見ず知らず、まあ、ポットでですよね、行ってみりゃサラボナの町に行って、まあ、ワンコさんがいて一緒に話したぐらいで、でも一緒についてきてくれるっていうね、素晴らしい精神だ。テッシー様がパパス王の子供だったなんて本当にびっくりしてしまいましたですよ。あー好き、このしまいましたですよって僕もよく使うんですよ。何々でしたですよってね、やべえちょっと好きになっちゃった。明るく言えばそんなに傷つかないんですよね、なんとかでしたですよとかね。まあちょっと向こうがどう思ってるかはちょっとわからないんですけれども、まあ、そんなに悪い気はしていないと思いましたですね。即意識、おお来たか弟子、皆の者よく聞くように、すでに知っている者もおろうが、今世の隣にいるのが先代パパス王の息子弟子じゃ。世はこれよりこの弟子に王位を譲ろうと思う。弟子よひざまずくがよい。グランバニアの子にして偉大なる王パパスの息子テッシーよ、世は神の名にかけて
本日この時よりそなたに王位を譲るものである。さあ鉄子、その玉座に座るがよい。ほらこの格好で違うでしょうっていうね、グランバニア王の、グランバニアの新しい国王の誕生じゃ。鉄子王万歳、鉄子様ご即位万歳、グランバニアに栄光を、鉄子王万歳。さあ鉄子王、次は国中のためにも新しい国王のお姿をって言ってますけど、全然国王感ないですよねこれね。オープニング流れちゃってますよ。オープニングもう終わっちゃったよ。あー勝手に動いてくれてますね。めっちゃついてきてる。万歳、国中の民が下の階で王様のお出ましを待っております。おお、皆の者待たせたな。たった今グランバニアの新しい国王が誕生した。鉄子王じゃ。新しい王様万歳、鉄子王万歳。坊ちゃん、いえ鉄子王、おめでとうございます。この山頂、今日ほど嬉しい日は、この前再会した嬉しい日がもう上書きされたっていうね。その日は国中を挙げて夜遅くまで祝賀の宴が催された。人々はあるいは歌い、あるいは踊り、この日の喜びを分かち合った。しかし、うわーやばい曲流れてる。死んでるとかじゃない、そうっすよね、びっくりした。ぐがぐが、あちょっとすいません、ちょっと花粉、ちょっと鼻水が、すいません本当申し訳ない。まあ、BGM 楽しみつつお願いしますよし大丈夫っす、すいません申し訳ない。これ張り紙一緒ですね。どうした、みんな寝て、やばいなこれは。こんなになるっておかしいっすよね。なんか薬もらえたなこれは。やばいな、こいつは絶対わざとだな。山頂、この曲よ。フローだ、フローだ。このなんかやばそうな雰囲気を、なんていうか、うちからじわじわ感じさせる曲、怖いわ。こいつも怖いな、横になってるって。おかしいおかしい、誰か起きてる。あれ？ちょっと待って待って待って。あれ？どこ行った？ここは関係ないし。ん？どうした？怖い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 。なんだろうなんだろう。なんかある？山頂の離れか。いやなんかでも違う気がするな。あれ？フロー、あ、違うな。バニーガールか。フローやかと思っちゃった。あれ？これ外出れないですよね。外は危険です。あーってことは山頂のとこも行けない。あ！お前は
すすすす、かわいい、寝てる、目めっちゃめっちゃ開いてるけどね。スライムちゃんもお酒飲んだんすかね。あれ、誰か起きてる人がいるのかな。違う、誰か起きている人がいて、なんかイベントが発生するんだと思うんですよね、こういう場合は。ここか、ここか。違う、おっと、なんか赤ちゃんがどうのこうのみたいな感じだったと思うんですけれども、どうだったかな。まあ名前ね、せっかくつけてあげたわけですから、こっくりこっくり、昔ねこっくりさんっていうの流行ったらしいですね。やばいゲームっていうかね、こっくりさんブームは自分がちっちゃい時はもう終わってたぐらいの時期ですね。まああんまりねやんない方がいいみたいなね感じで、話はここで止めておきましょう。なんか本当にやばいらしいですからね、なんか精神異常をきたすみたいなね。まあ実際どうなのかよくわかんないですけれどもね、なんていうか人間の心が弱いからそうなっちゃって、まあ、悪魔が取り付くとか言いますけどね、人間、もともと人間の心が弱いからそうなったのか、なっちゃったのか、まあ、催眠効果でそうなったのかみたいなね。なんでこっくりさんの話したかよくわかんないですけどね。え、ちょっと待って、どういうこと？え、フローラいないやん。外出るのかな。ぬくもり、ぬくもりか。違う。王様、申し訳ありません。王妃様が、フローラ様が怪物どもに触れてマジか。私はこの二人の赤ちゃんを抱いて身を隠すのが精一杯で、王妃様までは、申し訳ありません。いやいやいや、あんたのせいじゃないわ。どうした山頂、急に起きてきた。坊ちゃん、いえ、撤しよう。城の中が妙に静まり返ってる、おかしな気がしたので来てみたので、お前寝てたじゃん。まさか王妃様が、フローラ様が、はいとかいいえとかそういうあれじゃねえだろ。なんということだ、これではまるで20年前のあの人、いえ同じにさせてなるものですか。さあ坊ちゃん、城の者たちを叩き起こすのです。そして何としても王妃様を、フローラ様を。すると他の者たちが眠りこけた頃、怪物どもがやってきたと申すのだな。はい、でもフローラ様はいち早く邪悪な気配を感じて、私に赤ちゃんを連れて隠れるようにと。それにしてもその騒ぎに誰も気づかぬほど眠りこけていたとは妙ですね。そうそう、何者かが祝賀の酒の中に眠り薬でも入れたのかも。そういえば大臣の姿が見えんな。大臣はどうした？誰か大臣の姿を見た者はおらぬか？ふむ、いつもならここで大臣の助言を聞くところだが、いないものは仕方がないな。鉄心を、心中をお察し申すぞ。とにかく一刻も早く王妃様を探し出すのじゃ。では行け。大臣だな。大体国家の転覆は大臣のせいっていうね。
せっかくテッシーが新しい国王になってくれたというのにこんなことになって、わしは一体どうしたらいいのか。おるおるおる、おいそこはしっかりせえ坊ちゃん。え、テッシーを何回坊ちゃん言うね。坊ちゃんでいいわ。もう王妃様はきっと見つかります。え、見つかりますとも。大臣の部屋がなんか開かなかったとか言ってたよね。あ、王様、はい、ここは大臣殿のお部屋でございます。なんか手がかりあんでしょ、どうせ。そしたら、おお、空飛ぶ靴。ほうほうほう、ピエール空飛ぶ靴、これしかない、ないこれしかないっすわ。武器はまあ大丈夫でしょうね。これ以外にないっていうね。じゃあ行きましょうかね。薬草を持たせてあげて、まあおそらく、まあおそらくというか、空飛ぶ靴で塔ですよね。トゥル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 っていうね、フォーで言う。空飛ぶ靴、これ一個邪魔だかな。マットに持たせてあげて使うっていうのはありなのかな。よし、行こう。薬草ね、グランバニア売ってなかったんですよね。だからちょっとあれかなって思って。よし、行きましょう。寂しい。でもう行くとことかないと思うんですよね。これで、海ももう多分外側には出られないですし、はい、よし、これしかないっていう。はい、あれ、塔じゃねえし。トゥルトゥルトゥルっていうね、旅の祠か、旅の宿。お前絶対儲かんねえだろ、こんなとこにいて。あれ、だいぶ前ですが、怪物たちの集団が北の山を目指して走って行きました。気のせいでしょうか、その中に人の姿も見えたような。てかここどこ。お前さん、どこから来たかは知らんが、北の山だけは近づかん方がええぞ。何でも北の山には恐ろしい怪物が住む塔があるそうじゃからな。はあ、じゃあお祈りするですね。で、グランバニアのとこで一回セーブしたんでね、薬草を買った時ですね。結局やっぱり塔ですね。行きましょう、フローラ助けるぜっていう。わしが言うと変ですよ。フローラ助けるぜっていう、なんかかっこ悪いっすね。行こう、ピエール、マット、違う、よし、違くない、違う、伏線ね、違う、ここはテッシー、ピエタ、マットですね。怪物にはもうあるし、もうあるん。すいません、馬車入れるのかな。入れないと。ほら、正面はちょっと違う気がするな。なるほどね。左は、おっと、階段あるじゃんけ。あなたは敵ベロゴンロード。まあ大丈夫かな。
よしよしよし、こんぐらいだったら全然弱い。三撃の唾って通常攻撃なんですね。ピエールが3しか食らわなかったっていうことは通常攻撃と同じ。おお、熱い、ザオラル来た。俺はよ、弟を来るのを待ってるんだ。噂ではこの像にはすごい男らがあるって話だからな。へえ、弟。え、なんで、なんなん。メッサーラ、よしよしよし。不気味な閃光ってなんだろう。これはもうザオラル覚えたならテッシーは死ななければ大丈夫ですね。命の石2つ持ってますから、テッシー、ザキザダキにも耐えうると。で、魔法の聖水と祈りの指輪もあるから結構いけるんじゃないでしょうかね。もうここをこれ回復の泉、やった、オッケーあの宿屋もう絶対使わない。まあじゃあ正面から行きましょうかね。でもなんか行けそうだね。シールドヒッポ、カンダダの隣にいたやつですね。弱い、身震いしている、ガードしてるな。身震いはするけどガードはするんだ。なんで、ああこれもしかしてターンが解けるまでずっとガードをした状態なのか、次の行動を移るまでずっとガードしている状態なのかな。それちょっと逆効果ですね。おっと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 、来たな。ああそういえばオークキング仲間にしたね。アームライオンさん久しぶり。もうそのまま一直線で行っちゃいますよ。なんでそこでザオラル、しかもそのターン攻撃してくる、何それ。その機能こっちないから、生き返ったターンダメ攻撃しや、本当に。なるほど、マジか。どういうことやね。あれ落ちてくるのは多分もう確定ですよね、場所的には。ガードしなきゃただの雑魚。よしよし、敵もそんなに強くないんで、ピエール・イエッタで十分ですね。広いな。なんかこのね、ドラゴンクエスト5で気をつけないといけないのが、敵が簡単っていうかそんなに辛くないんですよね。なので回復とかそういうのをね忘れがちになる、そこが怖い。なんていうか、生地先に進めるからちょっとそこがね怖いところです。下手すると回復しないまま向こうがパンパンパンって全部攻撃してきたら一気に体勢崩されちゃったりね、それがちょっと怖いかなっていうね。どういうと、まあこれは使いますわな。赤い。
黄色お金。青魔法の聖水。ほう、いや、ちょっと待って待って待って、薬草 HP 減ってないっすよね、正直。テッシュ減ってるわ減ってないっすよね、がっつり減ってる。いきましょう。まあ、あと3人体制ですよね。まあずっと3人体制なんですけども、4人戦闘出せないんで、結構戦術が狭くなる、必然的に。まあそれはね、もちろん仕方ないんですけれども、ってことはここら辺、よし、一応調べる。よしよしよし、またちょっと、メガン、どうなん、メガンテの腕はって。わお、わあ、この2つ無駄。そうだ、無駄だったね。メガンテの腕はってどうなんでしょうかね。これどうせこうでしょう。ほらほらほら、いいね、 OK。 で回り込んでいく感じか。ちょっとバゲマ行く。ボンボンと、よしよしよし、ザオラル、敵のザオラルもなんか結構確率高いですよね。なんとなく生き返り率。一応 50% ですよね。きたー、凍える吹雪。これがね、いいっすよ。5から、なんていうか。特技として使えて MP ちょっと一回だけ使わして、使ってくれるかな、使って。うわ、バギー来た、ホークマン来た。50から60、いいっす、強い。もうヒャダルコいらないっすね。これで MP を使わないから強いんですよね。あ、じゃあちょっと30分来ましたんで、中途半端だったんですけれども、はい、続きは次回の動画でよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。テッシーでした。失礼いたします。